物とか風景を見た時に顔を思い浮かべることがあって、まあ、生き物じゃないっていうのは分かっていながら自分が見えてるその顔はどういうものなんだろうっていうのを考えるために描いてる。描くのはそこにあるはずのない顔。空想の顔を通して伝えたいこととは。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち。本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家梅原義之、1997年群馬県生まれ。子供の頃、花や太陽に描いた顔。彼はそんな純粋だった時間を作品へと昇華する。川眺めてたりとか、空見上げた時とか、自分が物や風景を見た時に顔を思い浮かべるっていうのは全然特別なことではないと思っていて、暗くて不気味な空間にあのお化けがいるんじゃないかって思うこともそうだし、まあ、服のシワとか至るところでこういう顔を勝手に思い浮かべる。人は分かりやすい形に脳内で変換しようとするんじゃないかなと思ってて、彼が生み出すそこにあるはずのない顔、喜怒哀楽のないその不思議な顔は、鑑賞者一人一人の心に寄り添い、さまざまな表情を見せるアートとなる。人が持つその想像力が知りたいと思って描いてるところはあります。顔って認識できるっていうのも面白いなって思ってて、ないはずの生命を想像してるってことにもなるし、思い浮かんだそのイメージを頭の中で整理してまたそのものを見る、そういうことを考えたいなって。想像するとはどういうことなのか。人の持つ当たり前の能力を作品を通して考えてもらいたい。これって何だって思ってほしいっていうのはありますね。この顔って何なんだろうとか、絵ってなんだみたいなことを考えてほしいな。だけど結構不思議だねっていうふうに言われるんですけど、ないはずの生命みたいなものを見出すっていうのは多くの人がやってきていることだと思っていて、みんなが持ってる感覚だとは思ってます。だからこれを絵と認識して楽しむことができる。一人一人の心に訴えかけるアートを、答えのない人間の心理を描き続ける梅原義之が目指すものとは。自分が描いてるものって意味があるのかなとか、どういうものなんだろうっていう疑問に思ったりすることはあります。美術で人を感動させたり驚かせたりするっていうのはすごい難しいことだっていうのは分かっているので、なので自分は人が持っている想像力の素晴らしさとか、絵を描くことの楽しさとかを多くの人に伝えられたらいいなと思って描いてます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は現代美術家石黒彰のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。